パラサイトイブ、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、ニューヨーク市警が襲撃を受けた、ニューヨーク市警というか17分署かが襲撃を受けたというところからですね、シーバを追っていったベンを追っていくというえらい追いかけ続けてる状態ですけど、シーバ大丈夫？いやダメだろう、こうなるから逃げてんだって。シーバはベン、シーバから離れるんだ話してよ、シーバが苦しんでるんだなんでさ追い詰められる方に行くの。シーバに何するんだよ。こいつはもうシーバじゃない、イブに化け物にされたんだ。え、目をつぶってろベン。シーバ、これを見せたくなかったんだって。シーバは、うわあ、ケロベロス、ケルベロス、ケロベロス、ケルベロス、どっちだ、どっちなんだベン。化け物になるくらいなら私がね、もっと早く決断しろや。なってんだよもう。は、少な、玉切れだと。うわぁ、ああ敵か。あー、くそ、邪魔をするなネズミども。2発ぐらいでいけるかな。よし、いた、やばい、危ない危ない。はい、とりあえず一旦避け、やばい、くそ、結構もらったな。回復剤使うか。いや、一旦ヒール入りいいや。ヒール、ハイヒール、オッケー、開く、ここか。キャッ、監視機関、助けてください、気がついたら外に。外は帰って危険よ、あなたはここに隠れていて。わかりました、ここなら、ここにある薬ならなんとか。1回だけなら怪我の応急手当てできますが、いや今はいい、さっき回復した、先に言って欲しかった。どこだメン。あ、倒れてる、大丈夫か。弾をよこせ。あんたか、俺はもうダメだ、ロッカーの中のものはやるよ。え、あー、下のロッカーか。そう、こっちかメン。なになに、こいつがトーレスを。ううう、ダメだ、ダメだと思うこれはやばいんじゃない。あー、どどどど、ちょ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 、やばいやばい、一回バリア張るか。いや足りないよな、ちょ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 、いやゴリオスか、もう。いやー、行って。よし、レベルアップ。ん？ SG550? ショットガンっぽいな、なんか。わ、強い。ライフルか。ライフルか。強いな。使おう。グレネードタイプの効果はもうないけど、しっかりして、一歩遅かった、なんてひどいことを。 あいつなんか持ってないかな。お、持ってるじゃねえか、ありがたく頂戴していこう。これいける？
ここもなんか敵出てきそうだな。っていうか狭いんだよな、戦闘がいちいち。あれ？いっぱいか。いっぱいか。だったら、これ使っといて、ヒールハイ。ヒール。N ジャケット。ノーマルかな。何ジャケットなんだろう。クリティカル下がるのか。これぐらいだったらまあまあ、今のままでいいか。クリティカル防御。クリティカルでめっちゃダメージ食らうの怖いもんな。よし、これで。敵との戦闘があって、ちょっと食らったら一旦戻るか。さっきのとこにね。とりあえずこれで。ここ戦闘ありそうだもんな。ああ、囲まれとる。雲優先だな。雲から。こっち行けないし。ダメージ大きいけどって感じだな。いった。この攻撃どうすりゃいいの？ディフェンス下がってんだけど。やっぱ遅いなぁ。強いんだけどなぁ。一発一発が、あ、取りそびれた。一発一発が遅いんだよなぁ。ヒールハイ。ヒール。回復するまでもないかもしれん。応急処置いらんなぁ。なんかないか。敵だけか。雲と鳥か。雲からやろう。雲が一番厄介だもんな。はい。いった。ああ。こいつやってこいつ。ああ。ギリか。よしよし。やばい。はい。ちょい。ああ。オッケー。浜屋邪魔だな。いやー、これ、交換するか。回復剤2と変え、1あったよね。1持ってたはずだ。あった。これと変えよう。で、これと、これ変えよう。ロッカーの鍵とかいらないんだけど。あ、いるわ。ロッカーの鍵はいるわ。いらないんだけどじゃないんだよ。武器倉庫の鍵もまだ使ってないよね。あー、攻撃力とかちゃんと使っときゃよかったな。万能薬いいな。よし。これで、使おう、アイテム。P 防御2。使う。今来てんのがこっちだね。で、攻撃力を。どうしよっか。遅いんだよな、でもやっぱ。パンパンパン。いやー、どうだろう。こっちに使うか。クリティカル。防御力も、あれどこ。ハンドガンの方がいいな。攻撃力は確かにな、優秀なんだけど。優秀なんだけどって感じなんだよね。なんもないか。これ箱か？違うか。ヒールだけ使っとこう。っていうか、どこだ？麺、ここかな？マジか。マジか、また来んのか。やばい。早いか、早いな。撃って、はい。これどうやって避けんのよ。
どうすりゃいいんだ。やっぱ強いのはさっきのやつの方が強いけど、早い方がいいな。もらっとこう。で、さっきの回復剤2をもう使っちゃうか。いや、ヒール入りいいな。よし、メン、どこだ。てか、あ、ここか。広いな、ここ。ミネイ、おじちゃんが。これがシーバス。見る影もね、シーバじゃない。シーバはもう死んだんだよ。思い切りいいな。シーバを眠らせてあげて。さあ、あなたの相手はこの私を。うわあ、頭ちっちゃくない？なんか体に比べて。ターゲット3つ。おー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 、これターゲット1、2、3か。1からやってっか。おお、やばいやばいやばい。よし、1を重点的に狙おう。よし、おお、あ、間違えた。やばいやばいやばい、死ぬ。3使っちゃうか。よし、やばい、危な。で、こう、やばいぞ、痛い。これどうやって避けんだろうな。90いくつとか食らってんだけど。よし、で一回回復、いや、バリア張るか。バリア、よしよし、これで0に抑えて、でアイテムで回復。よし、だからこれってこれさ、避け方がわからん。とりあえずバリアで防げるんだけど。うわあ、回復するか。でもこれ自利品だよね。だからこれどうやって避けりゃいいんだよ。回避ってないもんな、別に。この攻撃をする頭を潰さないといけないみたいな感じかな。やば、ちょっと待ってくれ。危ない。ビーム打ってこい、ビーム。それが一番。くそ。やばいやばいやばい。ちょっと待って、いったよけ、危ねえ。ヒールハイ、もったいないかな。 PE ゲージで回復すんの、まだ回復あるもんな。危ない、一個一個の頭めっちゃ硬いな。いった、やばいな、回復が。回復やばいな。危ない。よし。はい。お、一個潰した？よしよしよし。一個潰したらしいけど。どっちを潰したらいいんだろうな。とりあえず、右行っとくか。危ない。はい。ちょ、なんか右の頭硬くない？
右か。あ、でも回避できない攻撃してるの多分これだよね。これ潰すか。あんなもんどうやって避けりゃいいんだよな。とりあえずバリア張っとくか。バリア、これそうだよな、多分こっち側だよね。いた。完全に回避できん攻撃だもんなこれ。やばい、回復しよう。もう回復剤3がないんだけど。いた。ああ、そればっかりしてくんだもんな。お、潰した。よしよしよし、ちょっと一回エナジーショット、いやーどうだろう、エナジーショット一回ぶつけてみるか。あんまり PE ゲージないんだけど。あー、クラクラしとる、クラクラしとる。待って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 、いって、ちょっと待ってくれ。ないんだよなこれしか。でも回避不能のあの攻撃はもうしてこないよね多分。よし、あー、いって、うん、死んだ。からだこれ、セーブしたとっからかな。そうか、いいか、もうここで区切って次回シーバ倒すとこから始めよう。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。